では、30分からは大石さんの方の発表に移りたいと思います。では、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、私からは非エンジニアの私が試行錯誤の末見出したスクラムマスターの道を発表させていただきます。はい、最初に自己紹介をします。大石真紀子と申します。サイボウズ株式会社の、開発本部で、キントーンという B2B サービスの開発をしているチームに所属をしています。現在はスクラムマスターと、あとテクニカルライターという職能を兼務しています。新潟で生まれ育って、今は埼玉の川口市というところに住んでいます。はい、今日話すことです。エンジニアでも QA でもないテクニカルライターという仕事をしていた私が、なぜスクラムマスターになったのか、チームでどう振る舞ったのかというお話をします。まあ、いろんなバックグラウンドを持つ人がスクラムマスターにもなれるんだということを知ってもらえたら幸いです。スクラムマスターになる前は、テクニカルライターとしてスクラムチームに所属をして、スクラムイベントにもすべて参加をしていました。当時のチームの構成は、エンジニアと QA と、そしてライターの私、あとは PM、PDM というメンバーでした。で、その時はスクラムマスターは QA の人が兼務をしていました。テクニカルライターとしてチームで主にやっていたのは画面文言の検討です。UX ライティングとか最近は言われたりしています。例えば、この画面には多くの文言が表示されていますが、それらの文言すべて検討して、PM にレビューをしてもらって決めていました。で、こういった文言を考えるために、機能の意図や仕様を深く理解する必要があって、エンジニアに確認することも多くて、開発チーム内にいることでスムーズに動くことができました。で、これ以外にリリースノートを考えるタスクもやっています。そんな私がなぜスクラムマスターになったのか。それはシンプルに前のスクラムマスターがチームから抜けることになったからです。ある日、チームの振り返りで、当時のスクラムマスターから事情があってスクラムマスターができなくなりましたという相談が上がってきました。じゃあ、スクラムマスター誰がやりましょうかとなったんですが、そこで私やってみたいですと手を挙げました。他にも誰もいなかったらやってもいいですよと言ってくれたエンジニアもいたんですが、やってみたいって言ったのが私だけだったので、チームメンバーからも特に反対はなくてやらせてもらうことになりました。私がスクラムマスターをやりたかったのにはもちろん理由がありました。一つ目は、もともとスクラムに関心が高かったっていうことがあります。まあ、社内のスクラム勉強会とか、スクラム研修に参加をしていました。また、ライターとして4年ぐらい開発チームの中でエンジニアや QA とともに仕事をしてきて、画面の文言とか限られた範囲だけではなくて、もっと広く開発プロセスに関わって踏み込んで業務をしたいっていう気持ちが強くありました。そして、社内には複数のスクラムマスターがいたので、そういった人たちを見ていて、自分もやってみたいなと密かに思っていました。こういった気持ちや今までの経験を生かして、チームの中で何か役立てられるのでは、そしてもっと主体的にチームのことを考えて仕事をしていきたいと常日頃考えていたことが、スクラムマスターをやるきっかけになりました。私がスクラムマスターをしているチームの状況です。メンバーは全国各地にいて、まあ、リモートでほぼやっているんですけど、時々オフィスに出社をするっていう人もいます。混在している状況です。で、エンジニアが7人と結構多いので、2レーンに分かれて、ズームで、モブで開発をしています。QA は基本個々でタスクをやっているんですが、試験設計レビューとかになると、エンジニアと QA でモブをやったりしています。スクラムマスター兼ライターが私です。私は今もライターを兼務しているんですが、がっつりタスクをやるっていうのは
チーム外の他のライターに任せて、比率としては今スクラムマスター8割ぐらいやっています。そしてチームのスクラムマスターになったわけですが、まずやったことはチーム内にエンジニアリングの責任者を置くということでした。実装観点で懸念点の洗い出しとか改善のリードをしてくれています。機能を開発する上でコード上何がネックになっているかとか、それを改善するためにどうしたらいいかっていう点がやっぱり私にはなかなかわからないので、そういう時に他チームの打ち合わせの際とかにも一緒に出てもらって、コードの話になった時とかにフォローをしてもらっています。それによって私はよりチーム寄りの視点でプロセスの改善を考えることができています。もう一つはベテランのスクラムマスターにこまめに相談に乗ってもらってスクラムマスターとしての成長をサポートしてもらうということでした。そのようにスタートしたスクラムマスターの道でしたが、次に少しずつスクラムイベントの改善に取り組み始めました。一つはデイリースクラムの改善です。朝会が時間内に終わらないっていう点に課題を感じていました。先ほど言ったように、全国各地でリモートをしていて、かつ10人いるっていう少し人数が多いチームだったので、なかなか話し終わらないんですね。あと、人数も多めなので、結構話したいことがあるけど話せないっていう人がいたりする課題もありました。また、朝会で PG と QA の開発と試験の状況の共有をするんですけど、そのタスクの状況が分かりづらいっていう問題もありました。これを改善するために、朝会の Zoom で共有するときのツールをチームみんなで模索しました。トレロというツールで看板を作ったりとか、あとコンフルエンスでタスクや相談事項を共同編集して箇条書きしていくっていうような時期もあったんですけど、最終的にはタスクの分かりやすさと相談事項の書きやすさから今は GitHub で落ち着いています。 GitHub に朝会っていうタブを作って、そこにアジェンダを置きました。でタスクは別タブで管理して、朝会時にタブを切り替えて共有しています。その結果、今では朝会の15分というタイムボックスを超えることはなくなりました。追加で議論が必要な場合は、朝会が終わった後に必要なメンバーで残って話し合うっていうことが自然とできるようになりました。また、GitHub に事前に相談事項を書いて、ファシリテーターがそれを見て発言を促してくれるので、誰でも発言しやすい朝会になったかなと思っています。共有事項とかタスクの確認含めて時間内に収まって、有効なデイリースクラムが行えるようになりました。振り返りにも課題を感じていました。課題は朝会と似ていて、時間内に終わらないとか、その割にちょっと遠慮があって話せない人がいるというような点です。で、これを改善するために主に3つのことを行いました。1つはチームに合った手法を模索するということです。本を読んだりとか、他のチームの人に振り返りの手法を聞いたりして、振り返りのフォーマットいくつも試しました。時には毎週変えたりして、ちょっとあまり変わって目まぐるしいですとか言われたりしたんですけど、その結果、今は YOT というフォーマットが私たちのチームには合っているなっていうことが分かって、これで1年以上振り返りをやっています。この YOT っていうのは、やったこと、思ったこと、次にやることの頭文字になります。二つ目に、スクラムマスターになってしばらくの間は、メンバー全員の声を少しでも聞くために、振り返りの最初に、アイスブレイク、チェックインをしていました。このアイスブレイクよく使ったのは、お天気チェックインとかですね。このスプリント中の気分をお天気で表してみてくださいっていうのを使って、晴れとか曇りだけではなくって、台風とか雪とかの絵文字を貼ってくれる人もいて、なんか結構大変だったんだなとか分かったりしてました。
他にもグッド&ニューとか、あとこうその時の気分を絵文字で顔文字で表してくださいとか、そういうチェックインをいくつか試しました。3つ目は自分のファシリテーションスキルを磨くということでした。で、私すごくファシリテーションが苦手だったんですね。でもスクラムマスターとして話すときに、このファシリテートのスキルがすごく必要な場面が多いなと感じていて、最初の1年はファシリテーションを集中して学ぶことにしました。こう社内でコーチングを学んだ人がいたので、その人に毎週コーチングをしてもらって、半年ぐらいファシリテーションをテーマに対話を重ねました。でそこで、自分は深掘りが苦手で端的に終わってしまうなとか、話しやすい人とは話し続けられるけど、ちょっと苦手な人だと話し続けられないなとか、そういう弱点があるなっていうことが分かりました。また、自分にエンジニアリングの知識がないっていうことにすごく引け目がやっぱりあって、それがファシリテーションする際にも、こう、もう一歩踏み込めないっていうような遠慮があるっていうことも分かりました。そこをどう乗り越えていくかとか、どうアプローチしていくかっていうことをコーチングを通して、こう思考を深めていったんですけど、今週はちょっと一歩踏み込んでみるとか、一言発してみるみたいなところからチャレンジを重ねていきました。また単純にファシリテーションの機会を増やしました。オールレトロスペクティブ、全体の振り返りとかでもファシリテーションやりたいですってやらせてもらったりとかしてました。まあ、それと並行してファシリテーションとか振り返りの本をいくつか読みました。重点的にファシリテーションを学んだ結果、今は時間内に大事なトピックの議論は進められるようになってきたかなと思っているところです。まだまだ課題があるので引き続き学んでいるところではあります。また発言のハードルを上げないようにっていうところはすごく意識をしていて、ちょっとしたことも発言しやすい場作りができるようになってきたかなと思っています。チームビルディングも注力したことでした。まあ、通常はリモートでつながっているチームなんですが、半年に1回は全員で大阪か東京のオフィスに2日間集まって顔を合わせるようにしています。印象的だったコンテンツの一つは、わがままカードっていうカードゲームです。これは弊社独自の、お互いの価値観を確認できるカードゲームで、5枚のカードを手持ちで配って、残ったものを積み札にするんですね。で、そこから1枚を引いて、自分の価値観から最も遠いカードを捨てていく。で、それを5回繰り返して、最後に残った5枚の価値観を共有して、なんでそれを選んだかっていうのをこう話し合うゲームです。結構みんなでワイワイ楽しみながら、こうそれぞれが大事にしている価値観を知ることができました。このカードを販売もしているので、興味ある方はわがままカードでぜひ検索してみてください。クリフトンストレングスをやったこともありました。ストレングスファインダーと呼ばれたりもしています。これも社内にこのクリフトンストレングスを学んだ専任の講師の人がいたので、その人にファシリテーションを頼んでしてもらって、半日ぐらい実施をしました。で、アンケートに答えてそれぞれの強みが出るんですけど、その後にそのお互いにその強みに関してなんかどう思いますかっていうのを書いていくっていうワークをしました。で、これがその結構いいフィードバックがたくさん出てきて、普段の業務では伝えられなかったその人の強みを伝えられるっていうことが良かったなと思っています。例えば分析思考とか慎重さっていう強みを持っている人には、行動を書いているときなどにエラーの原因だったり、どういう設計実装の方が良さそうかなどを考えるのが早いなと思っていますみたいな感じでフィードバックを伝えていきました。また最近はそのチームビルディングのときに、毎回リーンコーヒー形式でスプリント期間にこだわらないチームの振り返りを行っています。半日ぐらい結構じっくり時間をとって、チームで開発する上で気になっていることとか、思っていること、疑問とかを挙げてもらっています。ここから新たな探究タスクとか、改善とかチャレンジが見つかることも多くて、
日常から離れて話し合うっていう意義を実感しました。ちょうど今週月曜、火曜も、大阪オフィスの方でチームビルをやったところです。まあ、その時は、上期の終わりの今タイミングなので、上期の振り返りをやりました。その他、スクラムマスターとして日々やっていること、チャレンジしたことは、まあ、この辺があります。スクラム勉強会をチームで実施しました。スクラムブートキャンプっていう本を読んで感じたことを書いていくっていう勉強会ですね。で、二つ目は、営業とかカスタマーのメンバーが顧客対応した記録を登録してるんですけど、それをチームみんなで読んでステークホルダーを知るっていうのをやりました。で、三つ目は、チームみんなで開発プロセスをミロに書き出して洗い出すっていうことをやりました。私自身がその辺弱いので開発プロセスを改めて知るっていういい機会になりましたし、エンジニアと QA がお互いのプロセスを知るっていういい機会だったなと思っています。振り返りですごく開発プロセスの問題が上がることが多いので、まあ、そういう時にプロセスのここの部分の問題だなっていうのがこう気づきやすくなりました。うまくいかなかったこともありました。一番大きかった失敗は、スプリントゴールの設定です。スプリントゴール立ててみたんですけど、バックログのタイトルがそのままスプリントゴールになってしまうみたいな状態ですごく形骸化して、だんだんプランニングでスプリントゴール立てる時間になるとシーンとしたりして、これは良くないなと思って中断しました。で、なんで失敗したのかなってちょっと考えたんですけど、そもそも今私たちのチームっていうのが PM が引いているロードマップに沿って PM がメインで作ったバックログをもらって開発しているっていう状態なんですね。なのでスプリントゴールより先にもっと自分たちでロードマップ引いてこういうリリースがしたいって考えられるようになることが先かなというふうに考えています。こういう失敗も含めてこれから目指すところにつながっていくのですが、チームがやっぱり主体となって開発してアウトカムを増やしていきたいなと思っています。そのために動いていけるスクラムマスターになりたいと思っています。はい、まとめです。私が試行錯誤の末に見出したスクラムマスターとしての道、それはこの3つです。1つはチームメンバーと連携して技術部分はリードをお願いすること。二つ目は、様々なシーンで役立つファシリテーションのスキルをまずは磨くこと。で、最後三つ目は、スクラムマスターに必要な要素を地道に学び続けること。これらを常に考えながら、これからもスクラムマスターとして成長していきたいなと考えています。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。それではですね、会場の方から質問とかありましたら、ぜひお願いします。ディスコードの方でも質問ありましたら受け付けます。ただちょっとに、はい。はい、どうぞ。はい。ゆきです。非常に興味深かったです。ありがとうございます。私の聞き間違いかもしれないんですけれども、ちょっと教えていただき、先ほどPM の人がバックログを書いて、それに従って開発を進めてるっていうようなことをおっしゃったんですけれども、スクラムっていうのは PO がいて、その人が、バックログのこのリファイニングをして、で、それ、開発チームができる、できないっていうふうに受け取るっていうのが、私の理解だったんですけども、PO、開発チーム、スクラムマスター、そして、プログラムマネージャーっていうか、PM、プロジェクトマネージャーがいるっていうお話ですか？すいません。本来はチームの中にいる PO がバックログ書くと思うんですけど、その、こう考える PO 的な人がチームの外にいるっていうのが、私たちの開発の特徴ですね。で、チームの中のそのエンジニアリングの責任者は、まあちょっとチームの中の PO 的な役割で、まあ、その外にいる PDM と一緒にバックログのちょっと順番は考えたりとか、
優先順位は考えたりしています。プロダクトマネージャーです。はい、ありがとうございます。ではディスコードの方の質問ですかね。質問しづらいと時間内に追われるようになったのバランスをどう取られましたかという質問です。はい、追加で。はい、そうですね。アジェンダとか型をしっかり作るっていうのが、やっぱり時間内に効率的にできるっていう、点だったかなと思っています。そのアジェンダの中で、だったら自由に発言をしてもらうっていう、だからファシリテーションのスキルがすごく求められるかなと思うんですけど、ちょっと長引きそうになると、あ、それはちょっと別時間にまた話しましょうかっていうふうにファシリテーターがこう誘導する。振り返りであれば自分なんですけど、朝会はみんなチーム全員でファシリテーション交代しているので、その辺をこううまく組み合わせて時間内に終わるようにしてました。あ、そうですね。アジェンダを先に書いて、疑問点とかは先に登録してもらったり、振り返りでも朝会でも先に登録してもらったりしているので、その点でハードルは低いかなと思います。はい。はい。では、お時間、このくらいでちょうどいいぐらいかなと思いますので、一旦この発表終わりたいと思います。改めまして、お疲れ様でした。ありがとうございました。では、続いてのセッションは11時からになります。いかがでしたか？スクラム東京のチャンネルでは、今、ビジネスを支えている様々な人々のリアルな話題をお届けしています。チャンネル登録と